はい、ピアルックでーす。ピアルックでーす。かわいいな。もこもこしてる毛の上にもこもこしてるの着るとやっぱかわいいね。かわいいね。ね。で、このジャンパーとね、どっち押して。でね、この格好でお散歩しようと思うんですが、やっぱちょっと長い間はダメなんですよ。はい。これね、まあ30分とかだったらばいいけど、ね、これ1時間、2時間とかね、そう、ちょっとね、乗ってるだけだから、俺。乗ってるだけだから。それでね、1時間とか2時間とか、やっぱ、寝るのはちょっときついんですよ。はい。まあ、その理由も含め、お散歩していこうと思います。はい。じゃあ、頑張っていきましょうね。かっこいいね、ガイ君。かっこいいね。まずね、おさるさんの頭に帽子ってあんまね、被せられにくいんですよ。まあ、この二頭部ちょっとでかいっていうのもあるんですけど、手平べったいんですよ、ここは。でも、ここにね、ちょっと出っ張りがあるし、こういうところにゴムつけないと、厳しいんですよ。はい。でも、とりあえずこの格好で行ってみましょうか。これやっぱさ、冬だからさ、おさるさんにもこうやってね、ダウンジャケットとか、こう着せてあげた方がいいんじゃないみたいな感じで思う方もいらっしゃると思うんですけど、ね、ちょっと野生のお猿さんを考えてみてくださいよ。ね、これ雪の中、もうね、もうフルモンティーでいるわけですよ。ね、っていうこと考えると、この服って、まあ防寒の役割はそんなにないんですよ。お猿さん介護もね、結構雪の日とかさ、寒そうにするときもあるんですけど、ここまで厚着を長い時間する必要はないと思います。うん。結構ね、冬毛が生えてるんですよ、今。こう、あ、じゃあ写真で見せるわ。写真でこんな感じで。結構モコモコした冬毛がこう生えていて。で、それがですね、もうもはやあったかいんですよね。うん。で、ちょっと運動すれば、熱もこもるし、うん。そんなに服はいらないんですけど。なんでこう寒い中ちょっとじっとしなきゃいけないとかね。いう時は、こう厚着をしてるのもね、ヒーターの前にいるとか、ね、かわいいな。めっちゃかわいいな。うん、もういいんじゃないかなと思うんですけど。なんで厚着はとりあえず必要ないと。必要ないっていうことですよ。むしろ暑い。で、もう一つ理由あります。ここまでの厚着をしちゃうとなんでいけないかっていうね。でもそれをちょっと散歩しながら行きましょう。まあ、今日単純にペアブックの写真が撮りたかっただけなんで。まあちょっとね、カイ君にはこれをちょっと着てもらってるんですけど。うん。もうすぐ脱がします。なんで。いらないし。あ、疲れんの早くないなんか。大丈夫？いや、これもいらないよね。はい。おいで。ただこのジャンバーっていうのもね、ジャンバーっていうのもなかなかくせ者なんですよ。うん。例えば、はい、君、木登ってごらん。登って。お、ほら、ちょっとね、登りづらいんですよね。動きづらいっていう。登って。あ、いた。よし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 。踏ん張ったね。幹で踏ん張ったね。素晴らしいです。で、こう、だからね、だからもう最大のこう、あんま着せたくない理由は、この動きづらいっていう。動きづらいってことですよ。おいで。よいしょい。ただこの木に登るのの、ジャンバー着てないバージョンを見せてよ。ね。じゃあね、ジャンバー脱いだ状態で、お願いします。乗って。はい。乗って。ほら、軽やか。すげえ軽やか。ねえ。やっぱここまで違うとさ、やっぱこう、ね、着てない方がいいかなってなるよね。かっこいいね。かっこいいね。決まってんね。決まったこの状態で逆出しとかできるのかな？やってみるか。頑張って。はい。よいしょ。頑張ってよ。いけるかな？こっちに。こっちに。行くよ。こっちに。逆出し。逆出し。逆出し。頑張れ。逆出し。おー、いけた。おー、ちょっともう辛そう。ちょっと。早い。歩きづらいもんね。うん、よしよし。いいよ。よしよし。あ。じゃあちょっと脱いだバージョンもやってもらっていいですか。ね。行くよ。はい、がん。探し。うぃー。はい、余裕。余裕ですね。はい、さすがっす。全然違うわ。うん、降りていいよ。よいしょい。決まったよし。うん、かっこいいと思います。とてもかっこいいと思います。なんでまあ、お猿さんにね、こう、洋服を着てるときは、暑すぎないこと。はい。あと、動きづらくないかっていうのを考えて、こう着せてますよっていう動画でございます。で、まあ、ちょっと動きづらいような服とかあるんですけど、衣装とかね。まあ、別にそんな長い間着せずに、うん、ちょっとこれ着といてとか、まあ、それぐらいの感じで、使う分には全然いいんじゃないですかっていう感じで。はい。まあ、そんなことを気にしておりますよという動画でございました。はい。じゃあ、脱ごう。はい。はい。じゃあ、最後挨拶しておりましょう。はい。じゃあ、バイバイ。